はい、今乗ってるのは日産リーフニスモ MY20 です。20年モデルということで、今までね、MY18 というニスモのね、仕様のリーフの売ってたんですけども、それがね、新しくなりました。それの試乗なんですが、まずはね、そのポテンシャルを確かめる前に、日産ニスモ、ありがたいことに MY18 を用意してくれましたので、そちらの印象から、お伝えしていきたいと思います。日産のオパマテストコースに来ています。乗ってるのはね、リーフニスモですね。 MY18、まあ、18年に出た最初のモデルに乗っています。 EV らしくガツンとくる、この、まあ、アクセルコントロールのね、面白さというか加速の面白さみたいなところを強調するために、その、まあ、ECU ではないですけども、まあ、プログラミングを、まあ、変えてあってね、特に、まあ、B モードにした時にはすごくね、鋭い、おこういう感じのスポーティーな、ね、走りが楽しめるという ECU を使い、そしてまあニスモのノウハウで空力をね、性能を高めていると。まあ、そしてまあサスペンションも手が入って、タイヤはね18インチのコンチネンタル、コンチスポーツコンタクト5、まあ、これを組み合わせだと、まあ、ざっくり言えばそういうのが、この車ですね。まあ、MY18 ですけど、まあ、十分に今でも、まあ、当たり前かな、楽しい車ですね。本当にね、加速感は力強い、おーっていうぐらい楽しいし、足もね、ボディとかは変わっていないはずなのにね、足それなりに締めてると思うんですけど、なんかそんなに悪い感じじゃなくて、かつなんだろうな、タイトな感じというんですかね、こう操作に対してすっきりと応答する感じというんですかね。そしてダンピングもここの荒れた路面でもね、そんなに悪くない感じがありますね。うん、まあ、これが MY18。 まあでも操縦性としてはまあ落ち着いた感じですよね。それがね、 MY20 でどんな風に変わっているのかが、まあ、今日のお楽しみということで、はい、これがまずは MY18 でした。はい、続いて、リーフニスモ MY20 乗り換えました。こちらね、スペック見るとなかなか面白いですね。あの見た目はね、変わらないです。あのニスモが開発したエアローだったり、空力を意識したホイール、18インチの、コンチスポーツコンタクト5のタイヤなどは変わらないんですが、主にね、シャシーに手が入ってます。実はもうすでに実感してます、こうやって走ってても。バネがね、まず、足回りですね、フロントスプリング 14%、 リアスプリング 25%、硬くなってるのかなという話です。それに合わせてダンピングもね、変更して、リアのバンプラバーはウレタンにしてると。まあ狙いとしてはすっきり動いて硬いんだけど、フラットな乗り味ということですね。そしてさらにね、ステアリングギア比が大きく変わりましたね。18.3 から14.9、このようにね、あのギア比が大幅に早められています。まあ要は、切った瞬間にね、スパッと動くシャシーにしたいという目論みですよね。というわけで、何が実感できたかというとですね、こうステアリング操作に対するレスポンスが格段にシャープになった。なんかね、乗った瞬間からね、かなり動きがこう機敏な感じが出てます。あの決してね、こうやって例えば高速コーナーリング中に安定しないとかそういうことはないんですけど、ね、なんか神経質なところはない。だったらもう全部これでいいんじゃないかと言いたくなるけど、まあ、新しいね、この、まあ、2世代目のリーフは初代がピキピキシャキシャキと動きすぎたというところというか、まあ、それに合わせて、ね、足回りも割と固めだったということで、ノーマルはかなり足緩めてるんですよね。でそれがまあちょっと走りの楽しさ、初代でね、やっぱ電気自動車の可能性を、ね、走りの楽しさで見出した人にとってはちょっと物足りないところだったわけですけど、それをね、まあ、MY18 はちょっと解消してて、で MY20 でいよいよね、まあ、しっかり足固めて、ステアリングもまあクイックにするというかね、まあ、
これ両方セットですよね。クイックなだけだと足そのままだったら多分ねロール大きくなっちゃうんで一体感がない。あ、こういうところのタイトなコーナリング、別に飛ばしてない、60キロしか出してないんだけど、なんかね思った通り動くじゃんっていう感じが出てますね。はい、ちょっと下スラロームみたいのがあります。どうでしょうか。キュッと、ほらなんか思った通り感があるね。いいじゃないですか。なかなかやりますねニスモ。はい、これまだね、Dレンジで普通に走っててももう十分楽しい。つまり、まあ、あの加速とかを抜いておいてもね、抜いてもね、普段の走りからしてこういう、多分きっとこれ交差点とか曲がってもね十分一体感高まってると思うんですよね。これ楽しい車になってる感じはしますよ。はい、もうワンラップいきましょう。じゃあ日産推奨の E ペダルオフプラス B、D の方はねノーマルにしてあって、 B はねバッドボーイズモード、別名があるそうです。ドーン。確かにクイックになって、そして あのアクセルレスポンスがすごく高まってるんで面白い車になってるぞこれは。なかなかいいですね。ドーンと今踏んでます。あの EV なんで加速は直線的でね、そんなになんかこうのけずるような刺激があるわけじゃないんですけど、レスポンスですよね。本当に踏んだ途端に応えてくれるから、なんだろうな、車との一体感すごい強いですね。ほほほほ。この車はだから、まあ、例えば行く人もいるでしょうけど、行っても面白いと思いますけどね。サーキットとかワインディングロードとかもすごい楽しい車、まあ、ワインディングロードは本当いいだろうな。でもね、なんか日常使いでもこういうちょっと曲がったところがあったよなんて時、思った通り動くね車っていう喜びをなんか味わえそうというか味わえますね、これは間違いなくね。でもちろん、ね、ここまで頑張らなくていいよっていう時には D で E ペダルにすれば、あの日産のね、まあこのリーフで採用した、要は、右足アクセルペダルの操作だけで完全停止まで行く、そういうドライブもできると。だから本当普段はねこうやって使っといて燃費もいいし、まあ楽は楽ですよね、やっぱりね、あの慣れは必要ですけど、まあそういう走りをしておいて、まあ通勤はね、行きはこれから仕事だし、もしかしたらねプロパイロット使いながらでもいいでしょう。そうやってね、まあ行くと、で帰り道ちょっと遅くなったな今日もなんて思いながら、ちょっと遠回りして、ワインディング寄って帰るみたいなね、なんかねそういうことを本当にねなんかしたくなるというか、なんかイメージが浮かぶ感じがしますね。楽しいから、あ、まあ、ほんと B モードにしただけでアクセル回路一緒なのにねグイグイ来る。コーナー立ち上がりでね VDC の制御も変えてるそうです。あのなるべく早めに VDC を、制御切ってやると、アクセル踏み込まれてねいたら多少空転してもいいから、とにかくあんまり制御で減速感を出さない、だから立ち上がりが気持ちいいという走りになってるそうです。なかなかねさすがニスモがやってるだけにね、走りはねこだわりが強いですよね。最後にこのレカロシート、これオプションかな、レカロシート、これもね専用で開発されたそうで、特に肩甲骨の部分の、サポートをねすごく意識してるそうです。さらにねこれシートヒーターちゃんとついてるんで、まあ、電気自動車はね冬場ヒーターつけるよりかねシートヒーターつけたいので、そういうところもさすが抜かりなくということなんで、まあこれはね、しかもサイズ感もすごく僕ぴったりだなと思うんで、これつけた方がいいんじゃないかなというふうに思います。まあエンジン音がない車ね、 EV でスポーツってどうなのと思ってる人はまだまだきっと多いと思います。でもね、まあリーフノーマル乗ってもねそんなことないなと、面白さあんなと思うと思うんですけど、この車とか乗ったら本当にね、同じようでちょっと違うというんですかね、スポーティーさのを味わうことができるというか、こういう世界あるんだなというふうにね思えることはまあ間違いないですよね。
やっぱりこう、まあ多分寂しいと思うのは音とか息吹、鼓動がというところなんだと思いますけども、まあそれは確かにそうなんだけど、モーターにもちゃんと表情あるぞというところもあるし、何よりやっぱりね、車がこのアクセルワークに対して本当に忠実に動く、これってこんな気持ちいいことなのということをね、実感できる車じゃないかなと思いますよね。若干褒めすぎたような気もするんだけど、とりあえずこの、テストコースで乗ってる限りはね、本当にあの確実な進化を感じられた。電気自動車かな、そろそろ時代はなんて思って、だけどなんとなく面白くないんじゃないかなって二の足を踏んでる方は、まあ、ノーマルも一応ちょっと試しながら、ぜひこのね、リーフニスモも乗ってみることをね、強く強くお勧めしたいです。印象が変わるというか、自分の世界がきっとね変わるんじゃないかなと思います。これはね、もう太鼓判を押せる楽しい車の登場です。